吹いいてもげない国産物団和島式物団というの永田光輝でございますありがたいことに今日ですね菅谷先生今品川なんですよあの品川プリンスホテル FNS 歌謡祭ですわでなんとですね私この恥ずかしい格好でですね55歳江方お羊つじ座なんと30分の交渉をさせていただきましたで実はですね私じゃない私じゃない見てください自動旋盤鈴木 <laughs> 鈴木様様様の奥様とごご主人様でございます熊本のユーチューブ界ビジネスユーチューブ界の成功者の第一人者でございますもう身に余る声私はもうこの方々に会いたくてですね熊本からわざわざ出てきましたもう本当に今日はですねお疲れ様でございます,いますでそのほかにもですね素晴らしい先生方のです、ね、お話たくさん聞きましたよく勉強になりましたさあ明日からまた仕事を頑張るバイ